ィン。今日はハロウィンだ。お隣さんにお菓子をもらいに行こうよ。いいね、いっぱいもらいに行こう。コンコン、ガチャ、トリックはトリート。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。よく来たね、僕たち。お菓子はあげないから僕にいたずらしてよ。怖いおじさん、何がよ。いいのかい、僕が君にいたずらしちゃうんだよ。いいのかい。できるものなら僕にしてみるがいいさ。どんないたずらをしちゃうかな。ワクワクするな。どうしよう。君はどうするんだい。いたずらするのかい、されたいのかい。僕はここから眺めてようかな。二人を眺めてようかな。にらめっこしよう。いいよ。笑ったら負けね。いいよ。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アップ。いやいやいや、まだ何もしてないよ。思い出し笑い。思い出し笑い。始まる前に笑ったら進まないから笑わないでね。わかった。いくよ。笑うと負けよ。今度は何。悲し笑い。悲し笑い。え、何があったの。もう大丈夫だから、大丈夫だから。絶対大丈夫じゃないやつ。とりあえずにらめっこして元気出そう。それじゃ行くよ。行かない。にらめっこしましょう。しない。笑うと負けよ。負けない。アップップ。危ない。危ない。危ないって何。だってにらめっこ面白くないんだもん。え、あ、そっか、そうだよね。でも大丈夫、君の顔面白いから。面白くない、けど面白い。落ちない。やべすびそう。じゃんけんぽい何か。ねえねえ、なに、おしゃべりしようよ。そんなことよりさ。そんなことよりさ、ちゃんぽんやろうよ。ちゃんぽん、なにそれ。グーチョキパー好きなの出して勝負するの。え、それじゃんけんじゃないの。ちゃんぽんだよ。ちゃんぽん。じゃあいくよ。じゃんけんぽん。やったー、勝った。え、今のじゃんけんだよね。ちゃんぽんだよ。ちゃんぽん。いや、じゃんけんぽんならむしろじゃんけんじゃないの。え、何言ってんの。え、急にじゃんけんやろうなんて言い出すから何事かと思ったよ。え、え、僕はただおしゃべりがしたかっただけなのに。世界線が変わった。いやいや、僕がおしゃべりしようって言ったはずなんだけど。そうやって手柄を取ろうとする。何の手柄。まあいいや、じゃあおしゃべりしようよ。そんなことよりちゃんぽんしようよ。世界線が戻った。いや、だからちゃんぽんじゃなくてちゃんけんじゃないの。え、何の話してんの。また世界線が変わった。あれ、今どっちの世界線。ちゃんぽんの世界線だよ。ちゃんぽんの世界線。うーん、何それ。やばすびそう。のび太の秘密。ひどいよ、メガネ壊れちゃったよ。すまねえ、のび太、弁償してあるからメガネ貸せよ。本当に、はい。のび太、お前、その目。ジャイアン、ついにこの目を見られてしまったね。のび太、メガネに目がついてるぞ。そう、この目こそが僕の本当の姿。33といえば、ダバーメイソン33回帰を表す数字。よく知ってるね。この目を見られたら、無事に返すわけにはいかないよ。ねえ、ドラえもん。くっ、のび太。ジャイアン、ジャイアン。うん、のび太の声が。ジャイアン、僕はここだよ。のび太、そこに閉じ込められてるのか。わかった、今助けてやる。今度は俺がお前を救う番だ。ナースネオ。メメ、僕の本当の力、見せてあげる。ああ、俺たちが助けてやるからな、心の友よ。日頃の恨み、ここで晴らしてやる。ドラえもん。のび太郎。肘は顎につかない問題。真後ろ目のミュージカル。はい、ミュージカルをやります。演目は何ですか。王子様とお姫様です。どの。じゃあ俺王子様やります。え、じゃあ僕お姫様。じゃあ木やります。木。はー、ロミオ、あなたはどうしてロミオなの。僕は木。え、僕はなんでロミオ。僕は木。二人の思いが重なり、今一つになろうとしている。
撃になる気。僕はなんでロミオなの？見たこともない気ですから。実はロミオじゃないかもしれない。見たこともない気ならなんでしょう。はい、ありがとうございます。終演後もエロビーにてグッズ販売がございます。演者とのご挨拶がある方、ゲゲゲの鬼太郎。最近ヤバいことが起きすぎて妖怪ポストに応募してしまった。でもこれでゲゲゲの鬼太郎が助けてくれる。これでもう安心だ。カカカカカカカ、ゲゲゲの鬼太郎が来た。俺はカカカのカタロウ。カカカのカタロウ、血を吸うのが好きだね。ノーミちゃんもただのカ。クク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 、今度こそ鬼太郎だ。俺はクククの鬼太郎。クククの鬼太郎、生活が苦しいな。幸せになって。いやいや、全然ゲゲゲの鬼太郎来ないんだけど。ゲゲ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 ゲじゃなくてゲゲゲ。俺はケケケのケ太郎。ケケケのケ太郎。にゃおにゃお、ここ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 、俺はこここのコ太郎。なぜわかった？なんでだろうね。てか全然鬼太郎来ないんだけど。いや待てよ、ここまで来たら残るはゲゲゲの鬼太郎だけだ。え、ゲゲゲ。いや、お待たせ。まさかゲゲゲの鬼太郎だよ。違う。手紙をくれたの？違うんだ、ゲゲゲじゃない。ここまで来たらもうゲゲゲじゃない。ゲゲ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 。まさか俺はゲゲゲの鬼太郎だ。来たー、ゲゲゲの鬼太郎だ。全員揃った。一人カラオケ。ああ、一人カラオケ久しぶりだな。今日は思いっきり歌って日々のストレスを発散するぞ。よし、一発目はこれだ。ひげきた構わない、あなたと行きたい。キラ流星、飲み物お持ちしました。あ、はい、ありがとうございます。うん、よし、気を取り直して次歌うぞ。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。はいはい、お値段お持ちしました。はい、ありがとうございます。なんか聞かれてんのかな。まあでもこれで頼んだやつは全部来たからもう大丈夫だね。よし次だ。どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ。闇を払って。デザートとかいかがですか？いかがですか？いらないです。え、営業で入ってくることある？ねえ、なの？もうこうなったら気持ちよくなるまで歌ってやる。虚しいだけ。あの日のカラオケ。おはようございます。どうしたって、消せない、夜も止まらない、今も誰かのために強い。 You ever see me so